久保さん今日はすごいですよ今日はすごいなんと今日届いちゃいましたもう動画撮っちゃったんですけど久保さん久保さん動画開封動画撮っちゃいましたこの 4K プロジェクター届きましたっていう動画ですこれねちょっとね、まあ、今からまたちょっとワクワクまあちょっとねリモコンの電池買ってこようかなと思うんですけど これどんな映像が映るんでしょうね <laughs> これねこの台座台座ね今回特典で無料だったんですよでこの台座も1万円ぐらいするんだけどもこれ台座めっちゃいいっすね、はい、美しい、まあ、ちょっとねこれでかいですけどね、はいはい、これはすごいですよ さ <laughs> 届きましたよいや今日の夜はねまあ今年だから夏最,最終日ですね <laughs> 8月といえば8月31日ですから今日夏最終日に怒涛の全部まあ揃ったかなっていうところですねまあちょっとセッティング上であのプロジェクターのセッティングとかなんか ね、今年の4月ぐらいからちょっとねこれもうこれ2期目なんですけどプロジェクター買ってでやってすげえよかったんでまあアップグレードしたんですけどまあぶっちゃけこれまあ1回買ったらまあお金かかんないじゃないですかその後まあイカ用にも料理できるんで動画で撮れるし まあ僕、車の運転が趣味なんですけど、車はね、金かかんすよね。ガソリン代クソ高いんだよね <laughs>。これはもう電気代のみじゃないですか。アマゾンプライムビデオもね、月、なんだ、500円ですか <laughs>。で、YouTube もこれで見れるし、アマゾンプライムビデオも見れるし、で、Apple TV も月額600円らしいんですよ。 アップル TV プラスが。それどうしようかなっていう。600円か安いなと思って。でもアップル TV は、なんかね、コンテンツ量は少ないんですよね。だけど質がすげえいいのを揃えてるみたいな。で、600円らしいんですけど。でも n p r i プライムビデオで十分かなとは思いますけどね。うん。ネットフリックスはね、僕契約してないんですけど、ネットフリックスはすごいですよね。めちゃめちゃ量あると思いますし。 まあネットフリックスも見ようと思えば見れますけど僕はネットフリックスは契約してないですねプライムビデオで十分かなあと YouTube でね、うん、いやこれでねちょっとこれと Apple TV 4K と 4K プロジェクターをセッティングしまして5ですよしかもこれね6秒で起動するらしいですよ6秒起動でなんかほとんど無音らしいんですけど でなんかこのねスピーカーもめちゃめちゃいいみたいでまあ僕はこのスピーカーで聴かないですけどままあ、まあそれもちょっとレビューしてみようかなと思うんです、うん、いやちょっと楽しみですね、まあ、今日ちょっとね動画撮りすぎて疲れちゃったんでまあ夜はこれでゆっくりしようかなと <laughs> そ、まああのあセールスセールスメールももうせ予約投稿したんでもうやることないですよね 注文、あの今日最終日のセールス日なんだけど、セールス日だけど、こんなやってるっていうね。んなんですかね。やることないですね。ステップ、もメールもね、あの18時と22時セッティングしちゃったんで、そう。いやこれいいんじゃないですか。4K。でもね、僕はまあ本当家電量販店すげえ好きなんですけど、 その家電量販店でヨドバシカメラとか行くとそのプ,レジプロジェクタールームみたいなのあるんですよでまあ昔からそういうとこ行ってたりとかしたんですけどそのもうほんとね 4K になるとねすげえこんなでかいねまあ今も30万とか40万クラスででかいんですけどそれがまあこのサイズになったかっていうのはテクノロジーですね <laughs> テクノロジーですよこんなのこれ 本当こんなんですよ、昔 4K のプロジェクター出たばっかなんかは。うん、まあ今 iPhone でも 4K 撮れますけどね。うん。なんかまあレビューとかいっぱい見たんですけど、なんか本当テレビいらねえんじゃねえかっていうようなあの声もね、かなり聞こえたんで、まあ実際これで見てみて、本当テレビ並みになるのかっていう。ただまあさすがにマッピルマはきついと思うんですけどね。まあでも、そのルーメンっていうのがあって明るさですね。 今僕が持ってるプロジェクターは500ルーメンなんですよ。で、まあ安々とか200ルーメンとか300ルーメンなんですね。で、今僕500ルーメンのやつなんですけど、これ2200ルーメンなんですよ。だから4倍の明るさで投影するんですよねで。4倍の明るさだったらどれぐらいのあれなのかなっていうね。うん。まあ今日はね、動画祭りですね。ちょっと <laughs>。いっぱい動画撮ってる今日、今日もう15本ぐらい撮ってますね。久保さん <laughs>。 今日15本ぐらい撮ってんな。ま、う、あ、ん、はい。まあ、ということで、買い物してきます。では。